キャンバや他のアプリを使わず Google スライドだけで心情メーターを作ります。アドレスバーにスライド .new と入力して Enter を押してコントロールまたはコマンドプラス A でレイアウトコンテナを選択して削除します。メニューバーの挿入をクリック、図形にポインターを載せて四角形をクリック、ドラッグして四角形を描画してオルトまたはオプションキーを押しながらドラッグして複製します。一番右側の四角形をクリックしてツールバーの塗りつぶしの色をクリック、赤をクリックします。同じようにして他の四角形も色を塗っていきます。四角形をすべて選択して四角形を右クリックまたはダブルタップ、グループ化をクリック、位置を整えます。ツールバーのテキストボックスをクリック、適当なところをクリックして笑顔の顔文字を入力、サイズと位置を整えます。オルトまたはオプションキーを押しながらドラッグして絵文字を複製、がっかりした顔に変更します。すべてを選択して右クリックまたはダブルタップ、切り取りをクリック、メニューバーのスライドをクリック、テーマを編集をクリック、一番上のテーマをクリックしてコントロールまたはコマンドプラス A で全てを選択、削除してコントロールまたはコマンドプラス V で心情メーターを貼り付けます。左サイドバーで1枚目のスライドをクリック、作成した心情メーターが背景となり選択も移動もできません。メニューバーの挿入をクリック、図形にマウスオーバー、矢印にマウスオーバー、上向き矢印をクリックして矢印を描画します。左下のグリッド表示をクリック、スライドを右クリックまたはダブルタップしてスライドのコピーを作成をクリックするか、コントロールまたはコマンドプラス D で人数分複製します。右上の共有をクリック、ファイルに名前をつけてお使いの環境に合わせて権限を編集者にして、リンクをコピーをクリック、完了をクリックして児童の端末で共有されたリンクを開き、矢印を動かすとグリッド表示でも矢印が動きます。超絶簡単です。